こんにちは。大変ご無沙汰しています。今回は2023年11月に台湾の台南と高雄にお邪魔した時の様子をご覧いただきます。今回も娘との二人旅です。とにかく私たちは台湾に行けたらいい、台湾の空気さえ吸えたらいいというスタンスで行ってますので、ほぼ無計画です。なのでご覧いただいている皆様にご参考にしていただけるような動画ではないので本当に申し訳ないんですが、それとキャプションっていうかテロップをほぼ入れていないのですみませんが、字幕設定にしてご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。関西空港に着きました。今回娘とは関西空港で待ち合わせしています。娘は、福岡空港から一旦関西空港のこの第二ターミナルにやってきて合流して一緒に高雄に行きます。関西空港の第二ターミナルに到着しました。娘はまだ到着していないので先にもうチェックインして制限エリア内に入ろうと。結構人多そう。前の座席の下に深く入れていただきますようご協力を。こんにちは。ちょっとなんかドキドキしてきた。懐かしい、変わってない。そこにスタバがあって、懐かしいね。工事っていうのかな。あ、暑いわなあ。私今脱いだけど、ここ何すんのか、なんか補修してはんね。じゃあ今から地下鉄乗って、ガオションまで行きます。ガオション行くぞ。美麗島も行きたいな。ガオションまで行きます。35
台湾ドルやったね。ちょうどこれが50残ってるから、これでまず行きます。蒸し暑いな、ほんまに。あと3分。に着きました。なんか変わったね、ここにアニメートができてるし。あ、なんか猫またなんとかってなんか店がある。若者に寄ってるような。じゃあ今から、TRA 台湾鉄路の方にのガオション駅に行きます。フードコートな、空港のフードコートみたいな。なんかお弁当売ってる。すごいね、なんか。なんか取ろうか、あ、買おうか、取ろうか、ちゃうわ。ほらな、ここお弁当屋さんやろ。お弁当屋さんで、そこがラーメン屋さん。で、その向こうが何？で、ここがジュース。で、ここがカフェ、うん、なんか向こうすごい、まあ、工事してる。こっちはね、台南って書いてる。下に A、はい、あ、プリン食べたいな。なんか電車に来ましたよ。到着しました。台南やっと長旅。え、パトカーってどこにあったっけ。これ階段ができてるの。階段がね、パトカーもない。あそこ、あ、警察あるけどパトカーないな。あ、パトカーがないわ。あらら、駅が、これ駅どうしはんのやろ。向こうに見えるのがシャングリラ。いや、シャングリラやったっけ。
谢谢。祝你。ドドン。ここね。はい、どうぞ。お邪魔します。ここよ。ここ、ここ。はい。じゃじゃーん。こんなお部屋です。で、ここ開けたら何かしら、バッてびっくりするようなことがなかったらいいのに。まあ、ビューは全然ありやね。オリジナルの置いてはんのかな。あ、ほんまやバスタブなんかレトロやな。いやなんかあの昔の日本のお風呂みたいなタイル、タイルのね。かわいいね。で、あ、ちゃんと拡大鏡もちゃんと綿棒と糸ようじと、それとシャワーキャップ、歯ブラシ、これは何、これは櫛かで、歯ブラシと、でこれはカミソリ、カミソリもで、コップが2つちゃんと、でこの、この新しいしね、でこれは何、これハンドソープで、ここに姿見もあります。でここに入ってすぐのところにハンガー。値段何倍やろ、3700台湾ドルぐらいって、3800台湾ドルぐらいだったかな、かける今って 4.56 かな、 4.7 ぐらいかな。今晩お世話になります。ちゃんとエアコンはパナソニックのいい感じです。あ、テレビ、テレビ何、こうテレビの下に置いてるの何やろ。テレビはあ、チーミーで、ここ紅茶と緑茶と、あとインスタントコーヒーがね、でお水2本と、ほんでここにあの起こさないでみたいなのが、お掃除してとかっていうのがある。でここにもこういう、何これ、ウグイスちゃうわ。日本語を書いてくれてるから、ちょっと今からちょっと早いけど夜市一回行ってみます。ちょっと前景を撮りたいな。前景は向こうからしか撮られへんから、こんな感じです。ドドーン。外暑かったけど今ちょっと風が吹いて肌寒い感じかな。何する、肉の肉っぽい匂いがする。すごい広い、まだ向こうもある。外側サクサクで中ふわっとしてて美味しいね。
がってる粉が美味しい、うん、塩コショウっぽい味がね、初めてのこういう感じの、これすごい、結構辛かったほんまに、外がサクサクっとしてる、ほんまにこれめっちゃサクサクしてる外、めっちゃ美味しいわ、ニンニクとかからしとか、あ、これニンニクやね、ちょっとで唐辛子みたいなと、ニンニクなんか出れんのね、大丈夫、一つだ、うん、結構このもち米っていうかお米の方に味付いてるような先生、でもレンジも入れたらやっぱりこう器でコクが出るんだよね、美味しいです、当たり前や、甘いもんは正義、あとなんかシールかな、無理や、これ何、焼き、焼き、熱い、それが欲しいの、
美しい。これはプリンミルク。あ、そうだ。